ちょっとダサいなと思ったんですよ、太陽と。こんな時代だから、なんか根源的な何かに戻った方がいいんじゃないかというか。紀藤君が太陽のような。太陽のような。それと対決するには。作品と、こう環境の光と、鑑賞者、私たちがこう関わることによって、まあ、変化し続ける企画形態を作り続ける。はい、始まりました MtK です。今日はですね、2021年ですね、3月20日に、まあ、京都は本当に、まあ、ギャラリーとかね、アートスペース本当に多くて充実してるんですけど、うん、さらに新たにアートスポットとして、まあ、オープンする現代アート専門のギャラリー、はい、MtK Contemporary Art という場所に僕たち今おります。はい、お邪魔しております、はい、で、まあ、特別にオープン前の会場に今いるんですけれども、そうですね、まあね、今回そのオープニングの展覧会とかグループ展がまあ豪華だぞという、すごいんですよね。ちょっとさっきね、事前にちらっと拝見してびっくり。ていうか本来であれば、まあ、これグループ展なので3人展になるんですけれども、本来だったらもうお一人ずつあのお話じっくり伺いたいところなんですけど、まあ今日はあの3人が一堂に会していらっしゃるということで、お三方のをゲストとしてお呼びさせていただきたいと思っております、はい、今回記念すべきオープニングの展覧会は、日本のトップアーティストでいらっしゃる鬼頭健吾さん、大庭大介さん、名和晃平さんをお呼びしたいと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。今日はありがとうございます、はい、じゃあ今回はグループ展の太陽展で、太陽、これはまあ、どういったまあコンセプトというか意味で。そうですね、今回あのこのギャラリー自体が最初の展覧会、こけら落としとなる展覧会なんですけど、はい、まあ、それで3人でまあ展覧会ができたらなと、まあ、実はあの3人で展覧会をしたいというのは僕はずっと思っていたんですね。で、まあ、そのまあまあちょっとしたユニットというか、本当もともとはキュレーションユニットとして鬼大名っていう、まあ、鬼頭大庭で3人名前があるんです。でもそれはキュレーションのユニットだったんですけど、まあ、いつかでも3人でちょっと展覧会をやりたいなと思っていて、たまたま今回こういう機会だったのでお願いをして、まあ、やっていただいたんですけど、うん、で太陽っていうのはやっぱりその、まあ、当然オープンなのでやっぱりかなり明るいこうテラスというか、うん、で新しい場所だし、あのちょっとダサいなと思ったんですよ、太陽と普通つけないんですね、やっぱり太陽。でもドストレートなんだけど、やっぱこんな時代だから、なんかその原始的な何かというか、うん、もう根源的な何かに戻った方がいいんじゃないかというか、うん、少しそんなことを考えながら、まあ照らしたりとか、本当太陽がなければ本当にその誰も生きられないし、うん、そもそも地球もないし、なんかそういうとこまでなんか少し考えてしまって、うん、でその中で、まあ、この場所がやっぱりその関西の中で、まあ、日本の中では将来的にはそうなりたいんですけど、まあ、ここがなければちょっとアートってないんじゃないかぐらいな、ちょっとそんなこと、なことを考えながら、まあ、ちょっとつけた展覧会目なんですよね、うん、はい、ここもともと日本科学の平屋だったんですか。そうです、はい、建物を改装されて今回ギャラリーになって、かつ鬼頭さんがディレクターを、はい、そうです。もともとあのオーナーもちろん別でいらっしゃいまして、松島ホールディングスっていう会社が、ここのオーナーなんですけど、アートの、ね、発表する場所っていうのが意外とその中心地じゃない、うん、まあ、横に美術館ができたんですよね、うん、現代美術の美術館ができたんで、やっぱり近くにそういう場所があってもいいんじゃないかっていうことも考えたり、あとは作家がみんなここ、まあ、皆さんね京都に住んだり京都にゆかりがあるんですけど、うん、もっとたくさん実は作家って多いんですよね、うん、在住だったりと関連してるようなその現代美術の作家さんが、まあ、大体東京で発表することが多いんですよね、もしくは世界層まで出てきちゃったりとか、なんかそれもちょっともったいないなと思っていて、どうせだったらやっぱり自分が住んでる町で発表できた方がいいだろうっていうのは考えたんですよね、まあ、それを松島さんでお話ししたら、まあ、じゃあぜひそういう場所を作りましょうと、まあ、共感していただいて、まあ、それでじゃあやろうということになって、トントントンとなぜかやることになりまして、まあ、それで今最初の展覧会をお願いして、まあ、名和さんには本当にいろんなことをサンドイッチさんにいろいろ相談をしながら、まあ、ちょっと改装したりとか、まあ、いつも思うんですけど、やっぱアーティストって一人じゃ何ともならないというか、まあ、僕は特にそうなんですけど、なんかいろんな人の助けをもらって、まあ、本当に展覧会をやったりだったりとか、まあ、本当にいろんな人との関係でアートの世界って成り立っていると思うので、まあ、それが本当に今回も同じように皆さんのお力を借りてやっとオープンできたという感じですね。
元から、まあ、あの親交があったというか、はい、仲良しだったという狙いは近いんですか、ね、近いのと、やっぱり それがすごく僕にとってはそのギャラリーを やろうと思ったきっかけの一つもあるんですけど、うん、やっぱり僕大学院の時に2000年代初頭ぐらいに京都に何年か過ごしていたんですね。その時僕も京都だったし、名和さんも京都だったし、大庭君も京都だったし、でも僕ら3人会ってないんですよ、京都の学生時代は、学生出てからなんですよ、お会いしたのは、うん、3人で。それも面白いなと思ったのと、やっぱりその僕としてはやっぱギャラリーってその歴史を見せたいんですよね、うん、歴史だと未来も当然そうなんですけど、なんかその自分が見てきたその当時のアートシーンっていうか、ちょうど僕が学生時代、村上さんがいたり奈良さんがいたり、うん、関西もやっぱりいろんな作家さんがいたんですよね。で同じように名和さんの多分初めての個展であろうっていうのも多分見てるし、大庭君のも見てるし、なんかそのでも会ってないんですよ、その時は別にお会いしてないし、でもなんか他の作家さん、もっと年の上の作家さんだったりとか、みんなこの後だからそのやろうと思ってる矢野健二さんとか椿昇さんなんかもやっぱりこう学生時代見てて、もちろん当然お会いしてないんですけど、なんかそういう人たちだとこうなんかこうなんかここでやりたいなっていうか、まあ、そういうつながっていくような自分のこう生きてきた時間っていうか、アーティストの時間をの中で見てきたものだったりとか、まあ、もちろん今僕ら3人教員でもありますので教えてる若い子たちを またやりたいし、なんかそういうのをギャラリーにしていきたいなとは思ってますね。伊藤さんからお声掛けがあった時というのはお二人はどういう考え方だったとか思いだったんでしょうかね。そうですね、はい、今ちょっと世代の話もあったんですけど、はい、僕が一番この中で年下なんですよね、うんうん、紀藤さんは4つ上で、奈良さんは7個で、僕が京都に来たのが、2001年なんですけど、うん、その時に初めて学部1年生の時に、見た展覧会が奈良さんの、大阪のノマラエディションっていう、うんうん、ギャラリーでピクセルを多分初めてやった時、うん、僕その時あったよ、ね、あったんですで、会って僕奈良さんにすごい失礼な質問とかしてでそれを奈良さんがめちゃくちゃ爽やかに、うん、優しく教えてくれて、なんていい人なんだって思ったっていう、覚えてる、なんかそうなんですよね、ギャラリーで話しかけられて、うん、すごいたくさん質問されて、うんうん、それ礼儀正しい。いや今言ってるから。紀藤さんは、京都一律芸大で、奈良さんはその時ドクターで、はい、で紀藤さんが大学院だったんですよね。大学院の紀藤さんの修了制作の時に、京都一律芸大の方に行って、はい、その修了制作展の作品を見たんです。でその時に鬼頭って書いてるじゃないですか。鬼頭って書いてあるんで。いかつい名前だなと思ってで作品を見たらものすごいこう軽やかな感じで、圧倒的に、まあ、僕の主観ですよ、僕の主観的には圧倒的にやっぱ紀藤さんがその世代のというか一律芸大の中でものすごい目立っていて、ずっとこう頭のこう記憶に残ってたんですよ。名前もいかついし、そうですね、いかついし、反して作品軽やかに、作品がこうキラキラしてて、でこう、あ、紀藤健吾なんか面白いなと思って、すごいなと思ってて、で僕の場合その大学院入った時に、大学院は僕東京に行ったんですけど、その時の1個上のゼミの先輩がちょっと紀藤さんとすごい仲良かったんですよ、うん、でその京都時代にその紀藤健吾って見たんですけど、なんかそう面白いですよねって言ったら、よくうちに来るよみたいな、うん、で話を聞いて、でそれでちょっと紀藤さんと会いたいですって言って、東京 の、僕がいたその大学院のところに遊びに来てくれて、そこから2005年とかですかね。でだから僕からするとお二人はそのすごい、まあ、憧れる専攻のこう作家というか、なんか勝手に感慨深いものがあって、なんだろう、こうまあ3人でこう今回こういうふうにやれてるっていうのは、個人的には15年ぐらいの思いというかがある感じですね。名和さんいかがですか。まあ、今京都芸術大学で一緒に教えてるんですね。で、まあ、同じその大学院のゼミ生を見てて、まあ、その中でやっぱりこう学生の作品の評価をするときにやっぱり価値観っていうのが出てくるじゃないですか、お互い。でアーティストでもあるし、そういう教育にも関わってるっていう意味で、まあいろんなその今の日本のアートシーンとか今の日本の教育の問題とかを、まあお互い共有しながら力を合わせてやってるような状況で、まあその京都のこういうアートシーンを盛り上げたいっていう思いもあって、でそれで紀藤君がギャラリーをやるって言い出したから何を言ってんのかな最初思ったけど、まあでもそれ結構面白い発想だし、まあ、今の時代に
鬼頭君がそれをやりたいっていうのって新しい動きだと思ったので、うん、これは、まあ、みんなで応援した方がいいなと思って、うんうん、あと太陽展っていう名前が、うん、あの太陽展展覧会の名前はまず普通のキュレーターだと つけないと思うでなんかすごい大まかなタイトルだなと思ってだけどそれが逆に面白くて、うん、でお互いがなんかその逆に面白いなって感じたことに対する反応が展示に現れているのが、うん、あの今回僕がやってみて一番面白かったところ。その太陽ってやっぱり関西では結構コンセプトというか、まあ、うん、コンテクストとしてはすごく重要なコンテクストだと思うんですよ、ね、まあ、もちろん体温等があったりとか、うん、まあ、次その矢野部健二さんにつながっていくんですけど、うん、やっぱりそういうのもすごく、まあ、面白いなと思っていて、うん、はい、つけました。なるほど。じゃあ早速見させていただいてもいいですか、ね、中を、はい、よろしくお願いいたします。純粋にもう目に楽しすぎてすごいワクワクする感じな空間だなと思うんですけど、入った瞬間にねうわって、で今入ってこいって言われて入ってきたんですけど、でもまず冒頭で気になるのが太陽展の入り口っていう、あのエヴァンゲリオンのピクセルっていうあれ冒頭に持ってこようという、あのあれどういうイメージなんですか。いや、やっぱ鬼頭君がああいう太陽のような本を中心に持ってきたので、はい、それと対決するにはあれしかない、そうみたいな使い方してるんですね。こう順番的に大庭さんの作品があって、名和さんの作品があって、鬼頭さんの作品が奥にあってっていう並びになってると思うんですけど、この並べ方のコンセプトみたいなのって何かある？いや、僕はやっぱり年長者が中心に来るべきじゃないかと思ったんですよ。だから名和さんはやっぱりここにってお願いしたら、鬼頭君でしょって言われて、はい、もっとでかいの作ってねって言われて、最初予定してたのよりちょっともう一回りでかいのを急遽作りまして、新作なんですね、はい、そうです、ギリギリまでやって、でやっぱりでも確かにこれにしてよかったなと思ったんですよね。太陽だったらね、僕は結構シンプルに丸い形のものを作ろうと思っていて、うん、まあ、それが少しこう、まあ、本来はあの結構長方形の作品が多いんですけど、はい、でもその太陽ってやっぱりこうある種信仰とかそういうの対象にもなるし、うん、まあ、別にそういうふうには意図してないんだけど、でもやっぱりそういうふうにも少し丸くすることによってちょっとマンダラだったりとか、うん、そういうものもちょっとこう見えてくるような、うん、このそのなんていうんですかね、世界観というか色味とかの基本的なコンセプトというものは改めて教えていただきたいなと思うんですけど。そうですね、僕はあの作品を作るときに、まあ、レディメイドというか本当にあの、うん、商品買ってきたものをそのまま使うんですよね、うん、まあ、それはフープもそうですけど、うん、まあ、これも本当にあの絵の具そのままっていう言い方あれですけど、うん、で混色しないんですよね。買ってきたままのものをどう使うかってだけなので、まあ、だからちょっとどぎつい色になってくるんですけど、まあ、それを、まあ、ラメだったりとかそういうちょっとガラスだったりとかそういうものと組み合わせることによって、まあ、画面として成立させるという、うん、まあ、そういうのをコンセプトにして、あとはもう描くっていう行為は一切してないんですよね、うん、そのレディメイドだったりとか混色させないでそのあれのままをそこに置くっていうことの、はい、なんていうんですか、意味というか、学生時代にそれはまあかなりあの、まあ、考えたというか思いついて、まあ、そういうふうにやろうって決めたんですけど、うん、なんかその結局書くとか作るっていうのも表現だと思うんですよね、うん、選ぶって行為も表現だと思っていて、うん、やっぱり日常の中から何をみんな物を買ったりとか当然服を着たりとか、まあ、今日は一人だけ僕本当は黒なんですよ普段、でも今回絶対みんな黒だ来るからわざと変えたんですけど、まあ、やっぱり何か選ぶとか着るとかやっぱそれもある種表現じゃないですか、だからそういう選んできてそのままそれが直結しないかなっていうことをまあ考えたんですよね、でもそれでまあ今のような作品になってきたんですよね、はい、でこのビビッドな色味をやっぱチョイスしてるってことは鬼頭さんが本来チョイスしたいものなのか、そのチョイスしているっていうことを伝えるためにあえてこのビビッドなものを選んだ、まあ、そうです、後者でしょうね、やっぱり、ね、後者、うん、やっぱり自分自身好きな絵とかってやっぱりもっとふわっとした、まあ、印象を張ったりとか、やっぱりそういう優しい色はどっちかというと僕好きなんですよ、うん、選ぶあの好きな絵と言われた時にやっぱり一番好きな画家はやっぱりボナールなんで、でも全然違うんですけどやっぱりその自分が表現することとやっぱり好きなことはやっぱずれてくるというか、うん、まあ、とずっとやってて何の時やっぱり思ってきたというのがありますね。振り子で描く場合もあるし、はい、これはあの直線的に滑車で動かし、はい、滑車でレールの上を動かして、うん、でこう公転軌道の跡のようなラインをずっと集積していくってことです、うんうん、
まあ、これは角度を変えて、ね、その地球がこう太陽の周りをずっと回るじゃないですか、はい、でその軌道の後をってずっと繰り返しもう 何億年も回っている状態で、その軌道の後を上からこう見て切り取ったようなイメージです。あ、なるほど。でそれが太陽系自身とかもちろんその地球とか太陽系全体とか銀河全体がこう動いているので、はいはい、それがこうずれながらその軌道がずっとこう記録されているようなイメージです。これちなみにこういうこう皆さんがこれを作品選んでここに配置してるとか、これどういう意味で置いてるとかっていう、そういうコンセプトみたいなものって共有してるんですか？共有してますよ。あ、してる。あ、まあ、もともと太陽展を僕考えた時に、まあ、いろんなアイデアがあったんですけど、はい、まあ、その入り口のやっぱブラックフィールドとあとデューンですかね、はいはい、とこれを見た時になんかこうやっぱ自然と、なんか自然の中とかやっぱ宇宙の、まあ、その先の軌道、僕はどっちかというとこれは結構光の跡なのかなと勝手に思ってたんですけど、元をたどるとやっぱ太陽になるのかなっていうのはちょっと考えたんですよね。なんかその世界を想像するみたいなことって、あの結構この3人 の作品の結構こうコンセプトとしてこう中心になることだと思うんですよね、うん、太陽っていうものが世界を、はい、まあ、僕たちの社会の世界をなんだろう、こう作ってるある種のこう創造神というか、うん、まあ、太陽そのものがこう神としてあの崇められていたりとかもするので、なんかそういう点では多分、まあ、そのそれぞれのこう作品が出てきたら多分自然とこう組み合わさってくるのかなっていう感じはしますよね。それはそうですね、本当にそう思います。僕は今回、出させていただいた作品は、まあ、いろんなシリーズを出してきてるんですけども、はいはい、あの太陽っていう、こうお題があったので、うん、はい、自分の作品のこうシリーズの中でも、うん、まあ、そういうところに、まあ、自分なりにこう、まあ、つながっていやすいのかなっていうようなものを今回出したっていう感じなんですよね、はい。これなんかはもう本当に光のリフレクションのやつですね。この作品はまずこう円をこう作るんですけど、はいはい、そこからこうトゲになっているようなギザギザの道具を自分で制作するんですけど、はい、それをここを中心としてこう、まあ、ある一回性によってこの、まあ、弧を描くんですよね、はい、でこちら側をこう乾かしてからこちら側も、まあ、ある一回性によってこう弧を、はい、描いて作るんですけど、まあ、いろんなこの、まあ、M っていうシリーズで、はい、まあ、いろんなパターンがあるんですけど、この作品は中心、地点がこことここになるんですけど、はい、これはここを結んでこう結ぶとまずこういう、はい、あの正三角形の半分みたいな形になっていて、でこちら側はこの逆のこう、はい、ピラミッドとこう逆ピラミッドみたいなものがこう構造として中にあるんですよね。でそれがこう作品 と、こう環境の光と鑑賞者、私たちがこう関わることによって、はい、ここの中にこう、プログラムの、色彩のこう効果と相まりながら、まあ、変化し続ける企画形態を作り続けるっていうような作品ですね。なので僕がやってる行為は2回のこういう弧を描く行為しかこの画面の中に触ってはないんですけど、関係することによってそこから生まれるこう光の形が組み合わさることにいろんなこう形にどんどん変化していくっていうのが作品です。この絵の具って何かこう自分ご自身で混ぜて作られてるのか、どういったものですか？このベースはアクリル絵の具で普通にこう市販で売ってるものなんですけど、まあ、表面は、まあ、この作品に関してはそのプログラム塗料をこう、まあ、業者と、まあ、話し合ってこう作ってもらってるっていう、オリジナルで作られてる、ね、この作品はそうですね。マテリアルとしてはすごい新しいマテリアルですね。偏光系 の光が当たることで、うん、これは虹色にこう色が変わっていくので、うん、こうクレジットカードのこうホログラムみたいな、はい、まあ、そういう、はい、それと同じような性質を持った顔料ですね。なるほど。本日は本当にいろいろお話を聞かせていただいてありがとうございます。ありがとうございました。エヴァンゲリオンから始まって光が飛び交って太陽にぶつかるっていう対決をしていたりとか大きな空間じゃないけどなんか宇宙がここにギュッて、本当にこの部屋の中に超スペーシーな太陽系が全部あるっていう感じで、めちゃくちゃ僕はすごいワクワクしてるんですけども、鬼頭健吾さん、大庭大介さん、
そして名和晃平さんのこのグループ展、太陽展は3月20日より MtK Contemporary Art にて開催されますので、ぜひお越しいただければと思います。はい、本当にありがとうございました。ありがとうございました。